今年初めてのもみじ狩りは、まきび公園を選びました。まきび公園は、中国風の公園として設計されていて、丸窓のような入り口や、六角型の休憩所などがあります。その美しい六角亭も、人影がなく寂しい佇まいでしたが、あ、ごめんなさい、一人いました。園内の紅葉の見頃は、あと一週間先でしょう、と地元の人が話していました。本格的なもみじ狩りはまた今度ということにして、園内を流れる谷川を楽しむことにしました。狭いながらも、美しい谷川の流れは、人の心を癒しながら、水辺の草もしっかり楽しませていました。紅葉が最高潮になった時に、また訪れる日を楽しみにして、谷川の音に別れを告げました。